カリフォルニア州立大学での講演風景。田辺正明は日本の映像雑貨。ナック映像センター代表取締役。本名、俊彦。広島市生まれで、父は軍人。市内猿学長、産業省令館東隣の生家で育つ。山口県の母の実家に、縁こそ海中の1945年、原爆投下により、実家に残っていた父、母。 弟を失う。自らも家族を探すため入室し二次被爆した。原爆投下から9日後の8月15日、終戦となったこの日に父親が死去。軍人であった父親は自らが被爆したこともあり、米軍に対して拭いきれない憎しみを抱きながら、軍刀をそばに置いたまま亡くなったという。さらには祖父が暴速の軍刀を片身として残したかったにも、かかわらず、 米軍に取り上げられてしまった。このような経緯を経ているため、田辺は、米軍ならびに、アメリカ人そのものに対して強い憎悪の念を抱き、復讐を決意した。故に、原爆問題に対しては強い思い入れがあり、自身の娘がアメリカ人と結婚した後も、敵国の人間との結婚を長い間、受け入れられなかったという。戦後、広島市立国大寺中学校在学中、 被爆した子供たちの体験文集、原爆の子に手記を寄せ、同所の観光をきっかけに結成された、原爆の子供の会に参加した。また、原爆の子をもとに制作された映画、広島の制作にも協力し、映像の世界を志すようになった。しかし、高校進学に関連して、友の会の活動を、教師から注意されたことで、その後、長い間原爆。 被爆者に関わる活動から遠ざかり、山口県の高校に進学した。日本大学芸術学部卒業後の1960年に中国新聞社に就職、ニュース映画の制作に従事したが、原爆報道に関わる仕事は回避し続けた。その後1973年新聞社を退職し、独立、南太平洋の旅など海外での単独取材を行った。そして、 正明と改名し1975年にナック映像センターを設立し社長に就任、中国地方5県の TV ネットワークでのドキュメンタリー番組を多数制作した。原爆ドームの世界遺産登録後、被爆体験の風化を憂い、長い間避けてきた原爆関連の仕事に取り組むことを決意、1998年より爆心地復元映像制作委員会主管に就任した。 この中で、史上初めて原爆ドームを中心とした旧、猿学町を、コンピュータグラフィックスにより復元する事業に取り組み、原爆ドームと消えた街並み、爆心地猿学町復元広島の記憶、広島グラウンドゼロ。あの日、爆心地ではの3作品と総集編として、爆心地広島の記録を完成させた。2007年、ニューヨークの国連本部で、爆心地の上映を実現した。 平成19年度、広島市民賞、平成20年度、広島文化賞を受賞。同年には、自分の人生と、爆心地復元プロジェクトとの関わりを解雇した、自伝、僕の家はここにあったを刊行した。2010年、平和公園復元事業、広島からの伝言から、原爆で失ったものを完成。国連 NPT 会議、アメリカ南カリフォルニア大学。 コロンビア大学にて上映と講演。政府、比較特使として、中東訪問し、映画祭基調講演を果たした。同年、著書、原爆が消した広島を観光。翌2011年日米有識者会議、失われた、文化遺産 VR 復元伝承、パネリスト政府比較特使として、外国人記者招聘事業で上映と講演をした。2012年ドイツ訪問著書。 少年 T の広島観光、ありがとうございます。